皆さんこんにちは。南あわじ市のにゃんころめピアノ教室です。今日も楽しいレッスンです。連日の猛暑にみんなも疲れていると思います。今日も楽しいお稽古ですが、みんな大好きなジブリの散歩をエレクトーンとピアノで弾いてみようと思います。子どもたちはジブリ、みんな童謡が大好きです。保育園や幼稚園で歌われている曲を楽しみながら、歌いながら弾いてみることが導入期にも大切なことです。それでは今日もジブリの散歩をエレクトーンとピアノで弾いてみますね。ミュージックスタート。みんな大好きジブリの散歩をエレクトーンとピアノで弾いてみました。子どもたちはジブリが大好き、子どもたちも童謡が大好きです。童謡とは
子供のために作られた曲です。みんなが大好きな知っている曲から学んでみることが一番ですね。いつでも先生にいろんな弾きたい曲やこの曲いいなと思ったらいつでも先生に話してくださいね。今日もレモンちゃんや金太郎くんが先生にいろんなお話を聞かせてくれることをとても楽しみにしています。それではスタジオジブリの散歩でした。バイバイキン。